スターツは12月31日付で4選手のタイブを発表した、2時間22分29秒のベストを持ち、昨年の大阪国際女子マラソン4位、日本人2位、など実績を持つ上杉真穂、佐藤七、北村遥神上新井ソリオとの4人となる、 上杉は日体大柏高を経て14年に加入、遅咲きながらここ数年で力をつけ、昨年のパリ五輪代表選考会マラソングランドチャピオンシップ MGC にも出場していた1月14日の全国都道府県女子駅伝は千葉、千葉立教登録でエントリーしているサルミダユカが昨年12月にダイソーに加入ユニバーサルエンターテインメントから移籍昨年の全日本実業団対抗女子駅伝クイーンズ駅伝は13位。 上杉は1区、佐藤が5区、北村が6区を走っている。なお、同チームは11月30日付で中村祐樹監督の一心上の理由による退任も発表していた、月陸編集部。